アラン曲紹介の方お願いします。はい、それでは聴いてください。EXILE で EXILE プライド、こんな世界を愛するためをお送りしています。はい、この曲はですね、新メンバーの発表があった直後に、はい、EXILE として初めてパフォーマンスした曲ですが、その時どんな思いでした？これでもヤバかったよね。ヤバかったです。ヤバかったわ。ヤバかったですね。あのね、あの新メンバーがあの名前呼ばれて、はい、そして一人一人パフォーマンスしてるじゃん、はい、で EXILE がさ、ね、13人のメンバーが真ん中にいてね、はい、円形ステージでさ LED がガーッと上に上がってきてさ、はい、その新メンバーがさ、はい、13人に重なった瞬間とかね、はいはいはい、あん時俺鳥肌ザーッ立ったし、はい、会場中がブワーッて盛り上がった。すごかった、すごかった、すごかった、あれ、あ、これぞ俺エンターテインメントだなってやっぱ思ったもん、うん、この感覚やっぱワクワクとか、うん、ドキドキとか、うん、鳥肌って立たせようと思っても無理でしょ。あ、そうですね、うん、確かに。ワクワクしようと思っても無理じゃん、はい、ドキドキとかさ、鳥肌立てってもさ、なかなかやっぱできない。やっぱね、自然の現象っていうのはやっぱね、うん、それエンターテインメントのね、もう極意ですよね、これは。はい、間違いないです。どんな感じでした？いや、もうちょっと言葉では表せられないような本当感情で、うん、とにかくもうでも最高に幸せでした。うん、うん、ね、アラン、どうですか？はい、あのこれリハーサルやってて、その一応ファイナリスト11人ちゃんと練習してたんですけど、うん、リハーサルしながらもこの曲ってやっぱ受かった人しか踊れないんだよなっていう思いがすごかったんで、そうそうそう、絶対 EXILE プライド踊りで、うんうんうん、やってたんで実際に踊れても本当に良かったです。そうだよね、実際ね、ファイナリストのメンバー全員踊れてるからね。そうなんですよね。世界どうだった？いや、実はこの時ですね、あの手をグーにする場所があるんですけど、うんうん、そこでグーにした瞬間に、うん、開けなくなってしまいまして、なんか、ね、それ 気合入りすぎて手がずっと痙攣してて、ひたすらグーで踊ってました僕。多分映像とか見ると分かるんですけど、ずっとグーで踊ってます俺。超気合入ったんだろうね、興奮しすぎちゃって。興奮したやつね。はい、はい、ということでね、数々のね、これはねあの語り継がれるね話になっていくんでしょうね、はい、そしてまたこの EXILE プライドもね、本当にね、思い出の曲、はいはい、もう歴史に残るね曲になっていくんでしょうね。はい、